こんにちは、空波です。はい、今日はね、レンタルレビューの、空波取り、10番勝負シーズン3の、第、5代目かな、はい、をお借りしてきました。はい、今日はねお盆休みなんですけれども、こうやってね、レビューに、来てしまいました。そしたらですね、駐車場が満杯で、とてもじゃないですけどいつものところからはレビューが始められませんでね、ここから始めたいと思います。はい、じゃあね、早速今日お借りしてきましたオートバイを、持っていきたいと思います。はい、今日お借りしてきましたバイクは、こちらの、ホンダ、400X です。はい、じゃあね、早速外見から、見ていきたいと思います。はい、じゃあね、サイドビューからまず見ていきたいと思います。はい、まずね、こういう、まあ、いわゆる普通免許ですね、で、乗れるオートバイ、でアドベンチャーというかこういうクロスツアラーというか、まあ、貴重ですよね、存在自体が。はい、でまあ、非常にねこうやはり、まあ、こういうアドベンチャーというかクロスツアラーのオートバイだとなんていうのかな、大きいオートバイをどうしても想像しますので、そこからしてみるとね、この 400X は、やはりかなりコンパクトに見えますね。かなりコンパクトです。まあ、ただ従来の 400X、まあ、旧型空波も乗ったことがあるんですが、それと比べますとね、ホイールも、19インチ、フロントがね19インチに変わってます。まあ旧型17インチだったかな。はい、まあ、そこを変えただけでもこれ非常になんていうのかな、迫力が、出ましたね。こういう点では非常にいいと思います。でまあ、車体的には非常にコンパクトで、かつおしゃれですね。まあ、なんとなくね前の 400X だとこう空波のこう主観からするとね、700X を、ダウンサイジングした、まあ、そんな感じのオートバイに、感じていたんですけども、これはね本当に、なんとなくね、やる気にさせるというかこうオフロード乗りでもこう、ね、本気にさせるというか、そういったね、まずこう見た目の風格がありますね。非常にねこうエンジンが、まあ、2気筒並列2気筒なんですけども、やはりこうコンパクト小スペースになっているので車体がねすごく細いんですね。まあ思っているこうアドベンチャーのイメージからするとすごく細いですね。そこはすごく乗りやすくていいなと思いました。まあとにかくねやはりこのシリーズやっぱり何ていうのかな、ある意味ホンダのありきたりというか、そういうイメージもあるんですけれども、やはりじっくり見るとねデザイン的にすごくかっこいいですね。はい、やはりそこはねもう一度、再評価されていいんじゃないかなと思うところです。じゃあね、早速外見をこの辺りにして、乗り味なんかを話していきたいなと思います。はい、そうしましたらですね、本日は、こちらのホンダ 400X、はい、こちらをお借りしてまいりました。はい、空波はですね以前に、旧型の 400X、まあ、こちらを、乗ったことがあるんですけれども、こちらの時はね、なんとなくなんですけれども本当に、なんて言ったらいいのかな、モタード車というか、本当にオンロード車なんですよね。見た目はこういう、ちょっとクロスツアラーのような、まあ見た目なんですけども、まあこれオンロード車だなっていう印象だったんですね。はい、で今日ね、改めて、お借りしてきました2019年型の、こちらの 400X、まあ、ここに来るまでね1時間、ちょっと、乗ってきたわけなんですけれども、まずね、フロントを17インチから19インチに変更した、だけじゃないんだろうな、だけじゃないんだろうけども、こんなにも違うものなのかっていうのがですね、非常に、伝わってきました。まあ、これ本当にもう、なんとなくですけどオフ車なんですね。はい、まあ、ですので、言ってみたらそのオンロード車、ばっかりに乗ってる人っていうのは、もしかしたら、このオートバイに乗った時にはですね、一番初めにはこう曲がる時、まあ、コーナーリングですね、曲がる時にはこうなんていうのかな、曲がりにくいというか曲がれねえっていうか戸惑いをね、覚える方もいらっしゃるかもしれません。まあオフ車乗ったことある人とかね、オフ車乗りの人はこれ何でもないでしょう、フロント19インチっていうのは特に。
まあ、曲がるきっかけっていうのかな、あのそういうのを、まあ、作る、ことに慣れていただければね、何の問題もないかなとは思います。まあ例えばね、こうコーナーの手前であれば、きっちりこうブレーキングをね、して、フロントサスを若干沈め気味にした状態で曲げてもらうとか、まあ、あまりライテクの話をね、し出すとこう、そのためにこうライテクっていうか、そのテクニック自体がない人間ですから、あのハマりますのでね、あこれはこういう話はやめときましょう。はい、本当にね、ただそうですね、これちょっと、まあ、ガタガタ道、ボコボコ道、まあ、ちょっとあのなんていうのかな、半舗装路みたいなところも今、ここに来るまで走ってきたんですけども、とにかくこう路面のですね、こうギャップ、こういったところを乗り越えた時の、安定性とか、直進安定性、こういったところで言うならば、いわゆるその大型のアドベンチャーモデルですね、はい、まあ、そこに劣らないとまでは言えないんですけれども、あの非常にね安定してます。これはね本当に二重丸ですね。ですので、旅に使う、旅行に使う、で過去にその波は、まあ、V ストローム250をね、最強の旅バイク、 250cc の、まあ、車検のいらないバイクとしては最強の旅バイクですというようなことをね言わさせていただいたんですけれども、この 400X に関しては、まあ、車検があるというデメリットはあるにしても、本当にアクロ、まあ、本当にねこれ今キャストなんですけど、スポークホイール履かせて、ちょっとオフタイヤも履かせてみたいな、どうなのっていう、ぐらいね、いいんですよ。なんでアクロもだいぶ走ってくれると思いますので、本当になんていうのかな、こうキャンプ、オートバイを使ってこうキャンプ行かれるっていう方最近すごく多いですよね。はい、そういう方で、例えば、まあ、ファーストとして大きいバイクを持っててね、まあ、セカンドとして、キャンプで使うオートバイ、が欲しいと、いうような方はうってつけですし、免許自体がね、自分は大型免許を持ってないんで、まあ、取る気もないんでって、いう方が、長距離の旅行に行きたい、もしくはキャンプに行きたい、っていう方にはね、まさにこれうってつけでしょうね。はい、なので、まあ、V ストロームがね、車検のないバイクとしての最強の旅バイクということであるならば、この 400X はそうですね、まあ、普通免許で、乗れるオートバイとしては、ほぼ最強の旅バイクといって、いいんじゃないかなというふうに思います。でまずねパワーは、46馬力なんですね。はい、46馬力、そうですね、昔の 400cc からするとだいぶないなと思うんですけれども、まああの言ってみれば、空並みに持ってるダブル6番が、48馬力ですからあまり変わりません。それで車体が196キロかな、ですので、車体はねダブルより全然軽いですから、やはりね非常に軽快です。でこれだけあれば、十分ですよパワーも。でね、ここの青山高原に登ってくるまでの間っていうのは、140箇所ぐらいのものすごい細かいカーブがある道を上がってくるわけなんですけれども、そういうところを上がってくる時も、まあ、じゃあね、大型のアドベンチャーバイクっていうのはギアチェンジ、シフトのチェンジとかね、しょっちゅうそう変えなくてもいいので、こうオートマのような感覚でね、上がってこれますから非常に疲れないんじゃないかと、思われると思います。で対してね、こういう排気量の小さいオートバイというのは、そういう部分に関してはやはりどうしても、シフトチェンジの回数が増えると、イコール、左手のクラッチを切る、という動作が非常に増えると、イコール疲れる、握力がなくなる、手がしびれる、ということをね心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、ことこの 400X に関してはその心配が全くご無用ですなぜならクラッチが全く手応えがないなんだこのクラッチあのね、自分でこうブレーキフルードとかを交換したことがある方は、分かると思うんですけど、ブレーキフルード交換した時っていうのはこう、ブレーキレバースカスカじゃないですか。だんだん握ってるとこう手応えがきますよね。ね、その手応えが来る前のスカスカの状態それですなんでこんなものはいくら切ったって疲れるわけないです。はい、ふんにゃふにゃです。これまあアシストスリッパークラッチが入ってるからなんでしょうけども、非常にねこれ疲れ知らずですよ。でポジションも非常に楽ですから、で
先ほども言いましたけど、こうギャップを乗り越えた時とかの衝撃とかも、うまく吸収してますし、復元性もいいですし安定性もいいです。なので、旅バイクとしてはね、これ非常にいいですよ。でしかもこれ俺、燃料タンクが17リッターかなんかあったと思うんですね。でということは、まあこのバイク自体が25から、30近くまで走るというふうに、スペック上ありましたので、それ考えると、まあ1回の給油でね、500キロぐらい走ってくれると、いうことでしたら、もうこのバイク買ったら旅するしかねえじゃねえかっていうようなね、はい、もうそんなその気にさせてくれるようなね、オートバイです。で、ブレーキに関してはですね、前はね、かなり強力に効きます、でかなり強力に効くんですけども、比較的非常にこうコントロール性がいい感じがあって、これも非常に使いやすい、ブレーキですし、まあ、リアはね、若干そうですね、空波のこう好みから言うと、物足りない、っていう風に感じる部分はあるんですけども、まあ、これもね、非常に、使いやすい、感じのブレーキではあります、非常に使いやすそうな、ブレーキで好感が持てますね、はい。まあ、ただこれブレーキはなんか17インチの時のホイールのやつよりもこう径がちょっとちっちゃくなってるような気はするんですけども、まあ、それでも効きは、十分です、まあ、こういうアドベンチャーとか、こういうクロスサーラーのような、見た目のバイクというと、やはり、一番日本人としてのネックは足つきですよね。ね、足つき、これがね、本当に足つきがいいんですよ。まあ、空波で、ちょうど両足、ベタとはいかないんだけども、両足だらっと垂らした時には、若干、足のかかとが、ちょっとだけ浮くかなっていうぐらいの足つきの良さです。まあ、じゃあ逆にね、足つきがいいっていうことは、こう膝が窮屈なんじゃないかと、考える方もいらっしゃいますが、それはないですね、むしろゆったり気味なので、ここも非常に好感が、持てますし、本当にね、疲れ知らずの乗り物かなというふうに、思います。まあ、ですのでね、本当にこう1日500キロとか、ぐらいまで、ね、旅する方でも、この 400X っていうのは、相当使いよいバイクかなというふうに思います。まあ、それでね、こうエンジンの特性も、エンジン自体が CBR のエンジンなのかな、これ、なんで、非常にね、こうキビキビ走ります。キビキビ走るんだけれども、中低速、ここを非常にね、熱くして、もらってる感じで、またね、その分でもこういった旅バイクとか、いう形で、まあ、キャンプとかね、そういう形で使うのには非常に、使いやすいエンジン特性に仕上げてもらってますし、さらにね、それ以上にね、高速域に入っても素直にね、非常にこう吹き上がって、行ってくれるエンジンなので、そこら辺もね、含めて非常にこう乗りやすいですし、旅向けだなっていう風にね、思います。こう車体がね、非常にこうコンパクトですので、やはりこうアドベンチャーバイクというとね、まあ、アフリカツインですとか、BMW のね、GS シリーズとか、たくさんね、有名なバイクもありますけれども、やっぱりね、あの辺のバイクっていうのは、なんていうのかな、取り回し的には、ほぼほぼ無理ゲーだと思うんですよね。はい、でそれを考えると、この 400X っていうのは、やはりこう日本人の体格だとか、日本のこういう道路だとか、まあ、駐車スペースだとかね、まあ、そういうところをどこを取っても本当に、まあ、馬力もそうだし、車体の大きさもそうだし、ちょうどいい、ちょうどいいっていう言葉が、本当にぴったりくるような、オートバイだなというふうに思います。前のこう 400X って、マフラーの音っていうのがこう走っていてもね、こういったような森の上り坂を走っていてもほぼほぼ聞こえなかったような気がするんですね。何なんだろうな、これ電気バイクかなみたいなね、いう感じだったんですけど、この、まあ、新型のマフラーはね、こう日本出し風になってるんですけど、それがなんていうのかな、こう高い音と低い音がこう分かれて出てくるというか、なんて言ったら、こう表現難しいんだけど、こう子供の リコーダーで言うとさ、アルトリコーダーとこうね、ソプラノリコーダーがあるじゃないですか、あれが単体のそのアルトリコーダーだけの音、ソプラノリコーダーだけの音だと今一つ面白みに欠けるんですけども、それが合わさってね、合奏をするとなかなかいい音色になりますよね。まあ、そんな感じでね、しかもね、きちっとね、今回のこのマフラーに関しては、運転してる時にね、こう乗ってる人間にね、こうその
排気音をきっちりとこういい音で聞かせてくれるんですよね、うん。まあ、そこはねこの新型は非常に、前のタイプに比べると空波的には、効果が持てるところなのかなっていうふうに思いますね、うん。まあ本当にねこれはね、正直に言いますけれども、空波がおそらく、キャンプ、うん、キャンプを趣味にしていたら多分買うでしょう。これ多分買うと思います、セカンドとして。はい、長距離のね、旅、旅行をバイクで旅行とか、行くと、うん、しょっちゅう行くと、しかし、大型免許までは、取るつもりがないと、うん、いう立場だったら同じくおそらくこれを買いますね。はい、そのぐらい間違いないです。で乗り味も乗り心地も非常に、いいですし、所有感を満たしてくれます。はい、ということで、本日ご紹介いたしましたのは、こちらの、ホンダの、400X です。うん、こういったその要するに大型じゃない、うん、アドベンチャーというか、うん、こういうモデルとしてはですね、おそらくナンバーワンって言って、間違いないかなと思います。はい、本当にいいオートバイですね。これは、それ並みもだいぶ欲しい1台でした。はい。